ところが、なんとこの柿田川、今から40年前まではヘドウだった。あんまりいいお水がここにあったため、大正の頃にこのいいお水を使うためにここに大きな会社を持ってきた。長さ1キロ、奥1キロ。この工場が来たおかげで町は栄えたんですが、1日10万以上の活性ソーダの水や石炭の燃えがら、漂白の水、鮮食の水、みんな流してます。今日は40年には生き物も住めない、草も生えない、ヘドウのゴミと石炭の燃えがらだった。これを何とか元の川へ戻そうと、昭和50年に私が波軍でこの川を守る会を作って、私がリーダーになって毎日市民を500人から600人ほど集めて、この大きな会社を移転してもらうために10年間反対運動。そうしてやっと10年目にして動いてくれたなと思ったら、今度はヘドウのゴミ、石炭の燃えがら置いたまま行った。これを何とか欲しいと町や県に訴えたんですが、町も県も工場なくなったら税金入ってくる、金ありわけで動いてくれない。しょうがないからみんなでお金を出し合って船を作って、ヘドウのゴミ、石炭の燃えがら、この川からさらになんと15年初めてゴミ工業を持っている人たちが昭和61年、この時で NHK が、あの大企業を石炭の市民が自転車バイクを通して市内に放送してくる。それに立ち上がって、世界的に有名になって、あれから40年、もうこの川を濡れと濁さないために、この川両岸を今 85% 私ら買い取ってます。私らが管理してます。あと 15% 買うために、私が定年になって27年、今私は85年。朝6時に来て2時間かかって予約を掃除をして、9時から午後3時まで毎日ここで立ち寄れますが、皆さんに案内して、皆さんから頂戴したご金は、この時代に使ってるため、入場料は一つも取りません。でも、あと 15% どうしても皆さんの力を借りようと、環境に優しい商品や価格マップみたいなことも置いてありますのでね、また皆さんの力を貸していただいて、本当にありがたいです。ありがとうございます。すみません。ああ。